お、ゲートがあったね。ほいえ、あ、バイク、バイク、イエー、バイク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 。おー、登ったな。お、このコーナーなかなかいいんじゃないの。ほいえ、ほいえ、ほんと車多い今日は。まさかもう紅葉。おお、バイク、すごい、バイク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 、めっちゃゆっくり。バイク、イエーイ。雨以外でバンダイアズマスカイラインが空いてることってあんのかな。あと雪の時以外か。ちょっと匂い嗅ぐか。よっしゃ、うん、排ガスっぽい匂いだなこれは。完全に空気が冷たくて気持ちいい、うん、なんか排ガスの香りがする。あと硫黄の香りがちょっとするね。バイク、ウインカーついてますよ。これを左、バイク、イエー、バイク、イエー。おっと、これは、うおー、いいね。もうちょい離れようかな。ほいえ。いい景色だな。あれ、そういえば青空じゃなくなってるな。あらららららら、ら。みんな来るんだね、ここ。うわぁ。すっげえ景色。あ、止まる？マジ？そんなにいっぱいいるか。バイク、イエーイ。国見台。みんな国見台に泊まりたかったらしいです。景色いいですか。おお、バイク。あ、いっぱいいた。バイク、バイク、バイク、イエー。ここも景色いいの。あ、でもちょっと車がいっぱいいて見れないな、危ない。ああ、ああ、この道の形、バイク、あん？バイク、ちょっと覗いてみるかな、ここ、ほいっと、うん、ちょっとだけ見てみよう。おう、ふわ、うん、ずっと上まで道があるけどめっちゃ混んでるのが見えるな。いい子おった。オッケー、この滞在時間の短さ。バイク、イエーイ。いいコーナー、いいコーナーだけどすげえゆっくりでも楽しい。イエーイ。あの元気の良さ。うわー、あ、自転車がいるのか。すんげえゆっくり頑張れ。スバル、スバルのシャツ着てた。ん？
ここ眺めいい。おお、すげえな。うわ、めっちゃいいとこだった。わあ、また渋滞。この道こんななる。なるほど。これはいい感じのペースで走りたい人はこういう時期に来ちゃダメだね。おそらく1年で最も台数が多い時に来てしまったかもな。一番景色がいい時期だけど一番速度が出せない時期だね。この道走る前にガソリン入れとくべきだった気がしてきたな。こんだけゆっくりだとかなり燃費悪そうだからな。バイク来ましたよ。イエーイエーバイクイエーイ。でも大丈夫か、あと22キロで終わるっぽいからガソリン大丈夫そう。バイクイエーイエー。標高1400メートル、確か1600何メートルだったような気がするな、最高地点が。で確か有料駐車場なんだよね、一番上にある駐車場が。でそこに止めて、でもっと上の方に歩いていけるんですけど、そうするとなんつうんだ、噴火口が見える。でかなりの段数を登らないとダメなんで、多分こう今行ってる先で見えると思うんですけど、もう見た目で登る気がうせちゃうね。ずっと上までの階段がこうなってるのが見えるんですよ。それがねもう登る気をなくさせる。何回かここは来たことあるけど一回も登ったことないし、今日も行かない。見たい方はあの Google で検索してください。そうすると行った人の写真が見えるでしょきっと。あら、なんか天気悪くなってきたな。てかもう雲の中に入りそうな感じか。このくらいのスピードで走る分にはブライク、路面の悪さっていうのはそんなに気にならないかもね。お、今の場所から急に涼しくなったな。これメッシュグローブだときついと思うね。今日が10月8日です。10月8日でこの寒さか。でも確か去年の今頃かもうちょい後ぐらいに日光行った時にすんげえ凍えた。でうわ冬対策どうしようってものすごい悩んだ。やっぱりこっから先の季節はもう山の上は冬と考えた方がいいかもね。バイクイエー。もうねこんな感じしかね楽しむあれがないわけ。すんげえゆっくりだから。さらに前で渋滞を起こしてる。いやー大変だこの道。標高1500メートルです。止まっちゃう止まっちゃう。あー止まる。はい。そんなに車いっぱいいますか。止まるほど渋滞するってすげえな。この辺から紅葉が強烈になる感じかな。バイク。もうハヤブサって分かってたけどバイクっていうね。うわーこういうカーブで止まりたくねえな。もうちょい先行ってくれ。バイク。ごめん今手離せないんだごめん。うわーこの速度やめてくれ。一番走りづらい。あーこの道がこんな感じだとちょっと予定変えないとダメかもな。予定変えるか宿に電話してだいぶ遅くなります。まあ、今日の宿は夕食なしの場所なんでいくら遅く行っても大丈夫だけど連絡は入れないとダメだからな。でもそうなると猪苗代湖に着くらへんでもう暗くなりそうかな。失敗したな。混みすぎじゃない。今何時なんだろう。12時ちょうど。12時ちょうどだとちょっと早いのかな。早いけどおそらく相当これ引っかかるよな。ずっと先まで混んでるっぽい。
からどうしようかな、どうしようかなっつっても、何かを削るとしたら郡山に行かないっていう手があるな。聖地巡礼したいんだけどな。一体どこまで混んでるんでしょうかこれ。おそらく頂上を、頂上っていうかその噴火口を見る有料駐車場らへんまで行けばなんか多分いい感じに流れるんだろうけど、こういう時に Google マップの渋滞を読み込みを停止しました、インターネット接続を確認してくださいとか出てる。 LTE じゃないけど電波はあるんだけどね。渋滞情報、あー混みまくってるね。んなんかこの車GoPro がいっぱいついてた。バイクバイク、バイクだけどバイク。どこまで渋滞しました皆さん。切ろ。あ、折り返しちゃう。そりゃそうだよな。あとどれくらい引くからだろうな。バイクなんでこんなに混んでるんでしょう。すっげえちょっとしか進まない。バイク、イエーイ。イエーイ、イエーイ。バイクはねいっぱいいるんですけどね。全然走れませんね。バイク、バイク、こういうのをバイクって言っていいんだろうかね。もうね、なんとなく車種が分かんなかったらバイク。バイク、イエーイ。うわ、ちょっとここの景色すごいよ。ね。また動かなくなっちゃった。バイク、イエー。いや、やっとこの辺まで来た。うん、みんなそこの駐車場に入りたいんだよね、車の人たちは。ほらカメラで撮れてるか分かんないけど、そこの斜面をみんな登ってってるでしょ。あそこの上に噴火口があるんだけど、これは登る気にならないよね。はあ、抜けた。お疲れ様でした渋滞。私は止まらなくていいです。渡る？どうぞ。でここにね、日本の道100選っていう墓標じゃないけど、なんかそういうのがありますね。でも私は通り過ぎますね。こんにちは。とバイク、うわ、こんにちは。こっち側そこそこ天気がマシだな。やったー、こういう景色が見たかった。あ、でもうちょい下っていくと、バンダイアズマスカイラインっていうとよく見る、ほら写真でよく見る感じの場所に
行きますね。うわあ、壮大。こっちも渋滞すげえわ。お、ここかな？よく見る場所。すんげえ渋滞だけど、この絵をよく見ますよね。今ヘルメットは左向いてるけど前見てますよ。ね。やったー、この景色見れた。こちらこの前来た時は何にも車がいなくてガランガランで、でもこの景色が全く見えないっていう、そんな感じでしたね。バイク。うわすごいです。火山ガス発生の恐れあり。これから 800m 駐停車禁止。 OK。 うわすごい。うわやったどっちかっつったらこっちからの方が渋滞が少なかった気がするな。うん、そんな感じはしないんだけどね。火山性ガス今日は少ないのかな。匂い少ない気がしますよ。お盆の時通った時は、うん、割と匂いしたんだけどね。うわうわ車の列がすごい。ういえ、あ、匂いした。硫黄の香りがする。うん、いい匂いだ。あー、ここで引っかかってる。あー、なるほどね、なるほど。バイク来ました。バイク、イエー。渋滞ずっと続いてるんだけど、火山性ガスのところに駐停車禁止だから、あそこはあそこに行かせないように止めてるんだ。なるほど。なんで工事中じゃないのに警備員がいるんだろうなと思ったら、交通整理かいるんだろうなと思ったら、そういうことだ。すっげー渋滞。うん、ここはね、天気悪い日に来た方がいいね。でも前車で来た時こんなに渋滞じゃなかった気がするんだけどな。別に天気も悪くなかったけど、だいぶ夕方だったからかな。うわうわこれ大変だね皆さん。私も大変でした。でもバイクより車の方が楽だよね。俺もここで休憩しよっかな。よっしゃ。なんというか疲れた。よっしゃ行きましょう。いや、なんかね、全然寒くないからメッシュグローブにしました。寒くないっていうかね、手があったかくなってきた。いい感じに涼しいので。うわー雲入る。バイクこんにちは。バイクこんにちは。今下ってるんだけどね、下ってるんだけど。バイクバイク下ってるけど、これから雲に突っ込みますよ。雨じゃないから道の評価ができると思ったけど、うん、無理だねこれ。紅葉の時期は来ない方がいいとしか。